式会社 PMP。 お疲れ様です。おはようございます、はい、本日も あと少しになりましたけど、あ、そうですね。で、今日は塚田店で、あ、船橋塚田店、はい、イベントが、はい、あ、ハロウィン続いて、はい、クリスマスイベント、あ、クリスマスイベント、あ、なるほど、23、24、25、はい、8時から、はい、はい、今始まったばかりなんですけど、そろそろ来るのかなと、お客さんも、はい、で、一応カレーはやってますので、あー、なるほど、例の、はいはいはい、はい、っていうところで、はいはい、ちょっと店内に、わかりました、まだ全然いらっしゃらないのかな、今日金曜日なんでね、あ、そうですね、はいはい、あら、またこれ、あれですね、思ったよりもなくて、6人ですよ、ってかかります。あー、店内に動物、そう、店内に動物だった、そうですね、誰、はい、ですか、あ、くじもです。クリスマスイベントの内容です。今日は、はい、シャンパン一杯サービスと、私たちがコスプレしてるだけです。だけです、あ、サンタでお迎え、はい、はい、なるほど、はい、ってことはサンタさんもいるってことですね、はい、はい、はい、じゃあ楽しみにしてます、お願いします、お願いします。そうやって開けるのすごい、ね、あんまならないやつだった。本当はさすが瀬島店長、世界的に変なおっさんプレゼントあげてるみたいなシチュエーションになるわけだけど、あら、松岡さんなんかいいのもらったんじゃないですか。クリスマスプレゼント。おー、すごい。これは何ですか。あ、猫ちゃんの。おもちゃです。あらららら。あー、これかわいい。猫ちゃん。クリスマスイベント一つ目のプレゼント。あげるんじゃなくてもらう。もらいました。ワンちゃんいらっしゃる。嬉しい。よくお分かりで。ありがとうございます。よかったですね。いっぱい食べさせます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、ハロウィンイベントの時ですよね。そうですね。ハロウィンライス。あ、今日も来てくださったんですね。そうですね。まあ、イベントなんでね。なるほど。あ、これ今日お仕事だったんですね。そうですね。仕事終わり。なるほど。素晴らしい。あと、すいません、はい。聞きたいことがあって。何ですか。まあ、よく来てくださってるじゃないですか、このお店。まあ、この2人で、女子2人で回してるっていうことで、ここに来てて、あ、これ面白かったなとか、このイベント良かったな、またやってほしいなとか、みたいな思う。そういうの接客はまずいいと思いますよ。はい、って言う言葉だと、かなりシンプルだと思うんですけど、飲み屋がないんですよ、この辺で。船橋の駅前とかで飲まれた方が帰ってきて、締めで飲むっていう人が多いんで、そんな中でお二人が、まあ、笑顔で迎えてくださるっていうのは、はいはいはい、かなり癒しになってるんじゃないかなと思いますよ。お客さんは増えました、はい、初めてお見かけする顔も増えたと思います。なるほど、よかった。やっぱりお客さんとしてもちょっと嬉しかったりするんですか。でもまあそうですね、はい、僕からしたら単純に僕の願いは、僕がここに来る間は潰れないでほしい、はい、なるほど、そういう意味で言うと本当に良かったと思います。わかりました。前も言いましたけど、はい、お二人が楽しそうなの、はい、なるほど。店長、店長、はい、年末年始の営業ってどんな感じですか。お知らせします。年末年始は、はい、一応休みなくやらせていただいこうと思ってます。はい、はい、12月31日が5時まで。朝5時まで、はい、やらせていただいて、はい、で1、2、3、はいはい、までが1時まで、で4号からは11時半までになります。はい、わかりました。あ、お久しぶりです。久しぶりです。あのハロウィンイベント以来、あ、ハロウィンイベント以来は以来ですよね。あの、はい、2000回ぐらい来てます。2000回も来て、はい、日数と全然合ってない。あ、そうですよね、そういう方ですよね。行って帰って行って帰ってっていう感じで、前回はなんかあの ドアがちゃんと動いてるから
あ、なるほど。チェックしないと。前回は屋上にヘリコプターでいらっしゃって、そのまま降りてきて、そうです。スカダ店に来てくれた。はい。今日はどこからいらっしゃった？今日ははい、地球の地球のを真ん中に上がって、はい、あのオーストラリアから来ました。あ、オーストラリアから来ました。はい、ちょっと時差ボケてて、あ、すごい、それボケちゃいますよね、はい、あのさっきは、はいはい、あの昼1時だったけど今はもう10時じゃないですか、はいはいはい、あ、だから今ちょっとお酒で少し調整してるんですね、です、はいはい、すいません、そんな時にさっきあのカングルーにあのパンチされて、あ、ちょっとだからちょっと今日ね僕ね元気ないなって思ったんですよ、そうです、はい、こっちから、こっちから、あ、晴れてる、晴れてる、晴れてます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 、はい、はい、このお二人になんかメッセージみたいなのあります？多分、はい、スモークチップスをあと3枚ぐらい欲しいです、はい、ボールから溢れるぐらい出してほしい、今はちょっとだけ溢れるだけ出してますから、なるほど、あと3枚ぐらい、よろしくお願いします。店長、要望出ました、スモークチップスあと3枚ぐらい多くしてほしい。考えときますって、そんな返事で大丈夫ですか？厳しいですね。今日だってオーストラリアから来たんだよ、そうです、そういう日はスモークチップちょっとね気持ち多くだし、そう、だってカンガルーに右頬を殴られた、左、あ、左です、これ右、右、はい、見えます、だから結構大変な気持ちで来てるんですよ、そういうの見抜いてあげた方がいいです、そうです、はい、じゃあスモークチップで、 ありがとうございました、いえいえ、はい、ありがとうございます、これ後ろから、後ろから撮ってんのは OK ですか？うん、OK。 やだ。OK。 ちょっと後ろ OK ですかね？後ろいいよ。じゃあ後ろで表現してもらっていいですか？はい。でもクリスマスを表現してもらっていいですか？Let's rock and roll! すいません、じゃあ背中で来年の抱負をちょっとこの塚田店に対してなんかメッセージ的なものをちょっと、はい、アナちゃん、ひなちゃん、来年よろしく、2022年もう終わりますけれども、あれもうイベントってこれからあと年末はないですよね？ないですね。なるほど、はい、年始もないない予定です。なんか2020年総括っていうか、今年自分でこう感じたこと、今年の4月からこのお店に入って、はいはい、最初は本当にどうなるかと思うぐらい不安でしかなかったですけど、はいはい、いろんな本当に支えられて、今までやってこれたことは本当に嬉しいなと思います、はい、大変でしたもんね、今2人いるから。そうですね、楽しくやらせていただきます。ということで、来年の抱負を、来年の抱負、はい、まあ、来年はもっとたくさんのお客様といろいろなお話ができるようになると思います。もっともっと成長できるように嬉しいので頑張っていきたいです。売り上げもお願いします。助けてください。来年頑張るぞ。おー。ありがとうございます。失礼します。株式会社 PMP。